世界というテーマですね。大きい変化がありました。まあ、変化ってもちろん上振れするものもあれば下振れするものもあって、まあ、例えば業種によってはお客さんが急にいっぱい来たよっていうところもあるし、自分たちの仕事がなくなってるっていう方向もあると思うんですね。で、総じて言えることってまず一つがオンライン化っていうのがすごく進むと。例えば店頭とかでポップを書いてましたとかっていうのも当然お客さん来ないんで、マーケティングっていうものを例えばやっていきましょうとか、あとはまあそれこそ営業活動であったりっていうのをオンライン化するっていうところだと思うんですけど、ボトルネックになってきてるのがそもそもデジタル化が遅れてるっていうところが結果的に足を引っ張ることになっちゃうのでとか、まあ、今ある仕組みがオンライン化っていうのと連携性が例えば悪いっていうような話です。 DX って考えた時に2つフェーズがあるっていうふうに思ってまして、それは何かっていうと、まずそもそもデジタルに対応していきましょうっていうデジタル化っていうフェーズがまず1つ目ですね。でこれは、まあ、システムを例えば導入するだったりとかっていうのも1つのデジタル化になりますので、何をターゲットにしてるかというと業務効率化だったりとかプロセスの改善って言われる感じですね。であと背景にある意識的なものっていうのはコストダウンとかっていうのがこうベースであるかなと。私たちがこう言っているデジタルトランスフォーメーションっていうのはそれを活用してさらに前に進むっていう世界観になってくると思うんですね。なので業務効率化よりはもっと全社的な視点であったりとか、であとはそのプロセス、業務プロセスの話よりはその業務の中で扱われているデータであったりとか、まあ、営業活動で得られるデータですとかね、購買活動で得られるデータだったりとか、そういったものっていうものがまずターゲットになってくると、それをどう使いましょうかっていう話っていうのと、でそこからさらに前に進むっていう意味で価値をどう見出していくのかっていうところに議論を進めていく必要があるのかなと。デジタル化をある程度進めていないと、まあ、デジタルトランスフォーメーションに行けないですよねと。なのでいわゆる効率を高めましょう、システムを使ってっていう話から、そこで生まれているデータであったりとかをどう流通させるのか、どこいろんなところで使っていくにはどうすればいいのかっていうのがまずポイントになってきますと。でそうなってくると、じゃあ流通させるってどういうことなのっていう話になると思うんですね。でマイクロソフトとしてはデジタルトランスフォーメーションを実現するためにはデジタルフィードバックループと言われる考え方を、まあ、実装するといいますかね、導入していただくっていうのがいいと思いますよっていうのをまずお話をしていると。で今スクリーン出しているのがそのデジタルフィードバックループの絵なんですけども、どの切り口で考えていくのかっていうと大きく4つ切り口があって、例えば私たちが、皆様方と、まあ、要するに提供する側とお客様という関係性になると思うんですけども、この DX に取り組まれる方々ももちろん自分たちにとってのお客様っていらっしゃると思うんですね。なのでそのお客様とつながる、まあ、例えば、何を思ってるのかですとか、どういった活動に対してどんなリアクションがあるのかとか、そういうのを知るっていうことですね。で社員にパワーをっていうのは、これは社員としての生産性を高めていきましょうという動きですね。で右上にある業務の最適化はデジタル化のところでお話をしたいわゆる効率的にいろいろなことをやっていきましょうというところ、まあ、従来から割と取り組まれているところかなと。で最後が製品の変革というふうにありますけれども、自分たちがお客様にお届けされている製品であったりとかサービスと言われるものを、デジタルの技術を組み入れることによってさらにいいものにしていくっていう活動、この4つをですね軸として考えてます。集まってきたデータを処理することによって知見が得られます。で今度この知見っていう部分をさらに先ほどご紹介した4つの証言に戻していくという感覚ですね。まあ、そうするとデータが発生したところから、違う業務の中に例えば価値のあるものが届くというような話になると思うんですけど、これをマイクロソフトとしてはデジタルフィードバックループというふうに呼んでまして、こういったものをですね取り入れていただくことによってデジタルトランスフォーメーションが実現したという世界にあるというのを私としては推奨しているという状態になります。例えば製品サービスからいろんなデータが取られると、でそのデータがたまることによって統計学的な処理っていうものを施すことができると、でその新しく生まれたデータをさらにお客様に届けるっていうことにすることによって、新しく価値を感じていただけるですとか、いろんなその4証言から発生するデータ、それとそれをセントライズさせることによって生み出すことができるデータ、プラスそれをさらに各4証言に届けるっていうことによって発生する価値であったりとかっていうのがあると思うんですね。で、これが、この話って処理の話じゃないんですよ。
どっかで生まれたデータを持ってきて処理をして、うん、他の人にそれを渡すと誰がハッピーになるのかっていう、どちらかというとストーリーじみた話といいますかね、みたいなものなんです、うん、でクロスインテリジェンスセンターっていうのはですね、あのマイクロソフトが取り扱っているいろんなサービスというのはそれぞれの証言のところで役立つものがいっぱいあります。例えば Teams が社員のコミュニケーションをサポートしますよですとか、あとシェアポイント言われるものが例えば情報共有に役立つですとか、であとはあの Azure の基盤とかがですね、そもそも社内システムを動かすときに例えば使えるですとか、まあ、いろんなあのところでですね、弊社の商品というのを使っていただけるんですけども、それらを組み合わせるですとか、あとはこういったデータという観点で、考えるといった場合に、やっぱり少し何ですか、難易度が上がってしまうんですね。お客様の中でもいろいろ企画として考えていただいたりとか、こういうストーリーだったようなお話をしていた考えていただくっていうのっていうのはアプローチとして非常に難しいという側面もあります。なので私たちのクロスインテリジェンスセンターではですね、まあ、マイクロソフトが持っているいろいろなデジタル技術に精通しているメンバーが、まあ、お客様の環境でですね、こういったストーリーだったような考え方で、どういう活用の仕方をするといいのかとか、どうやったらその環境が出来上がるのかっていうようなところをですね、アドバイスを差し上げたりですとか、まあ、あと、まあ、こういうブリーフィングっていう言い方をしますけども、知識面をフォローしたりですとか、あと一緒にワークショップをしてですね、もうちょっと緩くっていうとあれですかね、フランクにこういった考え方をして、会社の中で何をするともっと役に立つのかなっていうことをですね、いろいろ考えていただくっていうことを今取り組んでいるというところになります。なので、まあ、これを取り組みを進めることによって私たちとしてはいろいろなサービスをご提供し、それを使ってですね、どんどん価値を生み出していただくっていうところにつなげていきたいなっていうのが私たちの、まあ、組織のタスクであったりとかっていうところにもつながってきております。アップワードのアプローチっていうことなんですけども、まさに僕らも、デジタルフィードバックループっていうところを、この図で言うと、向かって左の上、お客様とつながるっていうところの CRM とか、まあ、SFA っていう世界でやりたいっていうところです。で僕らの考え方としては、テクノロジー、まあ、ベースとなるテクノロジーは、CRM と、位置情報とか地図とかっていうその、まあ、ロケーション情報ですねと、モバイルデバイスの、まあ、センサー情報を含めた、デバイスの、機能を使ってっていうところが一つで、何をやりたいかというと、多分世界観としては、IoT じゃなくて IOH みたいな、人からこうデータが入っていかないっていうペインが、フィードワーカーというかファーストラインワーカーの、特に営業の世界では、あるあるというかですね、まあ、要は、こう営業の人たちから顧客設定の情報が入っていかないから、そもそも企業は、お客様のことを、まあ、前線でっていうか、その何がお客様を感じてて何があったかってことがやっぱりビビットに感じられないというか、それこそ企業の資産化されてないっていう現状を解決したいっていうところで、このお客様とつながるっていうところを、まあ、DX したいと。営業、特に営業っていう職業を選ぶ、ビジネスパーソンの人ってまあ、2タイプいて、で割とクリエイティブなんだけども、少しロジカルさに欠けるとか、割とアーティスティックな感じの人、まあ、いますね。もう一つは、すごく、ロジカルにものを考えていくっていうアプローチがあると思うんですけど、今後者の方の人たちが、少しずつ増えてきてというか、効率的に営業をやりたいっていうのでDX して顔をしなきゃいけないという、まあ、例えばセールスフォースみたいなああいう CRM ベンダーが、すごく盛り上がってきたというのは一つそういう背景があると思います。なんでできないかっていうと、やっぱり人が、人に会ってこう商売していくというか、ラストワンマイルで営業していく中で、再現性を深く考えないで、やっていくっていうことが、まかり通ったっていう時代背景もあるのかなと思ってて、やっぱり物はある程度売れていく、まあ、差別化図れるような、プロダクトがまだ機能的なものとか価格的なものとかマーケティング的なものとか含めて、ある程度差別化がこう効いたような、時代背景があったのかなとちょっと個人的には思ってて、なんていうんですかね、売れてきちゃったというか、まあなんかこう、ロジカルに再現性のある形で仕組み化をしなくても、やってこれちゃったっていうところが往々にして、特に日本国内ではあるんじゃないかなと思ってます。僕の持論というか、本当に個人的にずっとセールス、CRM、SFA でこう携わってきた中で、
特にマーケティングの領域ではじデジタル化しやすいものというか、いわゆるマーケティングオートメーションという世界を、ここ数年ずっと見てきて、一つの僕は解があるというか、やっぱりデジタル化しやすい状況っていうのは、やっぱり、真実にたどり着けないというか、示唆を与えないっていうところが多分にあるのかなと思ってまして、何をいわゆる真実に近いところ何かっていうと、やっぱフィジカルのところっていうところ、アッパーの事業コンセプトでもあるんですけども、いわゆる、デジタル化しにくいところをデジタル化する試みっていうのが一つのやっぱソリューションじゃないかなと思ってて、デジタル化しにくいところって何かっていうと、やっぱり、めちゃくちゃ定性的な、感覚的なものみたいなところをに、なんていうんですかね、デジタル化していく、そこが僕らのビジネスでいうと、フィールドワーカーっていうところの世界で、アプラドのコンセプトとして そのフィールドワーカーための、ソリューション、でデータエントリーというか、フィールドワーカーからのデータエントリーって何をがあるかっていうと、簡単に言うと、その営業マンが、いつ、誰に、誰がですね、その営業マンが、いつ誰にどういう目的でその人に会って、で会った時にどういう反応だったかっていう話とか、結果どうなったかみたいな話で、それって、統計的に見たりすると、何回目の訪問でそういう状態になったの、反応になったのとか結果になったのみたいなトレンドもあるだろうし、それって、ROI っていう世界でいうと、営業コストとかマーケティングコストでどれぐらいかかって、ERP の世界かもしれないですね。ERP と CRM をつなぐ世界で、営業の人たちが、ラストワンマイルやることでどれぐらいお金かかって、それが売上という形でどれぐらい回収できたかみたいな話と、そもそも、これの再現性というか、自分たちの資産を、サービスを売っていくための、営業マンを通したセールスという世界がどれだけ確率が高くというか再現性のある形で、また来月、来年、10年後ってやっていけるのかみたいな、プラットフォームを作れるかみたいな世界を僕らは実現したいと思ってやってます。従来のそのデジタル化のコンテキストでいくと、一部門のところとか一業務とかに対してこうフォーカスした活動になると思うんですね。はい、で、やっぱりもっと価値を高めていくって観点で考えると、今金木さんがおっしゃってたような、いろんなデータの取り方だったりとかっていうもので上がってくるものをいかにタイムリーにその当人に返すっていうのももちろんなんですけど、同じ会社の他の人にもそれを伝えていくっていうのっていうのが重要だと思うんですね。私、職歴でいくと情報システムにこういた時期っていうのがありまして、総じて言えることなんですけど、人って基本自分にメリットがないきゃモチベーションって上がんないと思うんですよ。営業さんなんかは特にその得する損するっていうところをもう毎日のように扱ってる方ですから、そこのセンスってすごく厳しいと思うんですよ。一つ僕がその上質だった時に意識してたものとしては、会社の中での損得感情っていうのをどう設計するかだと思うんですよ。ですから単純に営業さんが例えばメリットがある、メリットがないって感じる企画になってませんっていう、でそれの理由は他の部門の人方にとってね、その情報は役に立つからお前らを入れなきゃダメなんだって言ったら、それってその当事者からすると損に見えちゃうと思うんですよ。そうではなくて、それだけではなくて、情報を流通させることによって当然他の部門でメリットが生まれるものもありますけど、君たちがそれを提供することによって他の部門からこういうのも来るからと、だから、そのメリットが得たかったら自分たちとしてもで情報を出さなきゃダメなんですよってなると、損得感情で損する部分と得する部分がこう見えてきて、若干自分がプラスだったりあると思うんですよ。そういうところってすごい小手先に感じられるかもしれないですけど、なんか社内で仕組みとかをうまく導入していくっていう上では意外と重要なところだったりとかするのかなと、大きいね、声が大きい人に言われたからっていうのもあまりモチベーション上がらないじゃないですか。それよりは自分のところにもメリットあるし、他の人にも助けにもなるし、でかつ他の人が助けてくれた結果として自分にもメリットが返ってくるよっていう、この何ですかね、関係性っていうものをプロジェクトの中でできれば、ちょっとこういう部分って変わってくるのかなと思います。
そういうそのなんですかね、このアップワードさんが得意とする範囲、それとマイクロソフトとしてこう全体感を持ってですね、そのお客様の部分もそうだし、社員もそうだし、製品だったりとか業務っていうこのプラットフォーマーっていう立ち位置っていうのが組み合わさることによって、いろんなソリューションのメリットがですね、単純にそこだけの効率化っていう話ではなくて、他のところにも波及するっていうことにつながると思うんですね。ですから、ここの両者で持ってるプラットフォームとかこのソリューションであったりとか、こういった価値をつなげることで、さらにお客様に使っていただいている方々にもっと広い意味で の価値を届けて DX を実現していくっていうのはですね、すごく重要なポイントになるのかなと思いますね。まさにそうだと思います。プラットフォームが、プラットフォーマーが提供できる価値と、それは多分広くて、まあ、いろんな広いユーザーに、使っていただけるようなサービスクオリティが、まあ、醸成できるということと、で僕らとしては、まあ、ピンポイントの課題解決を、まあ、集中できるというか、それぞれの分野に特化して強い仕組みですとかノウハウをお持ちになられているっていうものを活用していくのっていうのは、もちろんすごく利用される方々にとってもポイントになると思うんですね。で、ただもう一つ言えることがあるかなと思うのは、その仕組みだけで全部が、ま、賄えるってことってないと思うんですよ。そうですか、ね。逆にそこからまあ出てきたものを、例えばマイクロソフトのような会社がですね、まあ、何ですか、こう大動脈じゃないですけどもね、いろんなところにつながるパスだったりとか、その技術だったりとかプラットフォームっていうものを提供すると、でパートナーの皆様とですね、それぞれの強みのところで生かしたデータを、さらにそこでこう集めるだったりとか、逆に使うっていうようなものを用意していただけることによってね、私たちがこうつないでいくことによって、いろんな会社の強みっていうものを取り入れるってことにつながるというふうに思ってまして、そういう感覚でですね、社内のシステムだったりとかいろんなサービスをうまく駆使していっていくっていうふうに考えていただけると、何ですか、私たちが今実現したいと、で実現しつつあるこのパートナーシップっていうのの価値をですね、より多くのお客様が感じていただけるんじゃないかなと思いますね。まさに今吉さんがおっしゃっていただいたところで、僕らも、尖ったというか、ここの、課題解決だけ していこうっていうところを集中してやるために、次のアプリケーションというか、エージェントっていう、いわゆるこう自動で、顧客設定のデータがエントリーできるような、モバイルサービスがあるんですけども、これ7月に出すという予定なんですが、これを、可能な限りというか、まあ、早期に Azure 上で展開していきたいなと思ってるんですね。このアップワードプラットフォーム構想じゃないんですけども、Azure 上にこういうプラットフォームを展開して、で自分たちでデータベースもマネジメントするというところで、やっていきたいなと。その中でいろんなファンクションを、それこそさっき吉田さんがおっしゃってた、僕らから入ったデータが、マイクロソフトのプラットフォームを通していろんなアプリケーション、いろんなユーザーの示唆を与えるっていうような形にしていくための、まあ、選択としてこのプラットフォームを選んだっていうのがあります。はい、この図なんですけども、はい、すごい私たちからするとすごくありがたい図で、まあ、アップワードさんがこう提供しようと思われているその価値のところに私たちの技術を使っていただけるという話だと思うんですね。で、これはそのアップワードさんのプラットフォームをお使いになられる方々を間接的にマイクロソフトがご支援しているということにもつながると思ってまして、ですからこう、私たちがね、一番先頭っていうか、こう見える位置で頑張るっていうことももちろん頑張るんですけども、やっぱそれ以上に私たちのプラットフォーム使っていただいて、皆様方のノウハウを使って、さらに先に届けていくっていうことのためにはですね、いろいろなパーツをご用意して、かついろいろこう、オープンに使っていただけるっていうのが会社としてすごく重要になってくると思うんですね。で、マイクロソフトってその部分の考え方がですね、ここ数年とかの中でものすごい変わってきて、オープン性を非常に重視する会社になってきてますのでね、ぜひこういったパーツを使って他の人とのビジネスであったりとか、自分たちのビジネスを強化するっていうところにですね、いろいろ使っていただきたいなと。でその結果として、そのビジネスがまたオープン性を持ってですね、いろいろな、パートナーさんとパートナーエコシステムの形成にもつながるっていう側面もあると思うんですね。なので、ぜひそういった観点でもですね、私たちの取り組みっていうものをこうやって評価していただけるっていうのはですね、すごくありがたいなと感じます。アフターコロナとかウィズコロナっていう世界はやっぱ誰も経験したことがない
ところっていうのもあるし、まあ、そのデジタルトランスフォーメーションっていう世界も実際にはちゃんと取り組めてなかったっていう現状があるので、まずはあの変化に怖がらずに、まあ、あの激しい変化が起こるってことをまず見通す力っていうのが大事だと思います、あのトップには。かつ、僕が実際そう、あのそういう役割をやってるからっていうわけじゃないんですが、やっぱりあの起業家マインドっていうか、あの変化にチャレンジできる、あのチャレンジ精神旺盛な起業家マインドっていうのがすごく必要かなと思ってます。まあ、今までの常識は全く通じない世界に突入するので、どちらかというと、肌感でというか手触り感で、あの変化を現場で変えていくっていう、まあ、オペレーションというかマインドととかマネジメントと、実際に先を変化先を 見越して大胆に舵を取ってというか方向性をあの、決めていくっていうところの、マインドというかあの行動力が必要なのかなと思ってます。めちゃくちゃ難しい時代になってると思いますけどね。はい、ちょっと2つお話をしたくて、まず1つ目がですね、今スライドをちょっとあのまた出しましたけども、あの従来から取り組まれているいろんな活動ですね、例えば、まあ、業務効率化って言ってしまえばそれまでかもしれませんけど、個別のテーマっていうのはこうあると思うんですけども、あのデジタルトランスフォーメーションっていうのっていうものはこうテーマとしては大きいものだと思うんですね。でこの上下関係といいますかね、このリレーションといいますか、いろんなものに取り組んでいるものが何のためにやっているのかっていうところがまず一つリーダーに意識していただきたい点なんですね。そのそれぞれの個別の部分最適化とか業務効率化のためのシステム導入っていうのはこれまでもずっとやってきたものだと思うんですけど、今後の世界観で考えると、それらの個別の活動を束ねて結果としてデジタルの技術を使って価値を見出していきましょうっていう話になりますので、この、どこから取り組むのか、それと何をテーマとして考えるのかというところを意識すると。で、なんでかというと、非常にこのデジタルトランスフォーメーションという活動になった途端ですね、あの会社の中の体制が弱いですとか、もう何をしたらいいかよく分かんないですって言われるお客さんすごく多いんですね。これはトップの方の非常に多いお悩みなんですけど、まあ、これは結果的にその何が個別に取り組んでいるのか、それってそもそも何のためにやってますかっていうところのリレーションが、まあ、意識がされてなかったりですとか、ここにデジタル技術が使えるんだっていうところがですね、あの認識されてないために見失ってるっていうのが非常に多いのかなと思いますので、まずトップの方々にはこれをまず意識していただきたいなっていうのが一つ目です。で、二つ目が何かというと、あの今のあの金木さんのお話の中にもありましたけれども、まあ、要はこの後って分かんないんですよ。誰ももう経験したことがないわけですよね。で、従来のテーマとかっていうのは、いわゆるまあ例えば同じ業種の他の会社とかを見れば何かやったことがあるものとかっていう前例があるので、それを参考にするってことってできると思うんですけど、今後起きることだったりとかっていうのは前例がないものが多い、まあ、つまりですね、模索する必要があるわけですね。で、それは正解が何かよくわからない世界にありますので、当たりをつけていく、まあ、例えば、仮説を立てるですとか、でそれを検証するなんていうプロセスとか、まあ、よく事業開発で言われるようなあの世界に近いと思うんですけども、こういう時にマネージメント層の方々がマネージメントの手法としてそういうこの模索をしていくっていうことに慣れてないっていう方がやっぱ多いんですね。でそうなると当然の実際に動く人たちも、自分たちが何すれば正解かっていうのが分かんないですから、まあ、当然リーダーシップの中にですねそういうものを期待していくと思うんです、まあ、なのでそういうこの模索をしていくっていう文化であったりとか、そういうのの手法っていう部分はまあ、全員がねある程度分かっていく必要はもちろんあるとは思うんですけども、特にリーダーの方には求められるものかなっていうのは思うので、リーダーシップの中でですねこの探していく、で当たりつけていく、でまた決断をしてちょっと進んでっていうことをやっていくっていう、こういうスタイルっていうものは意識していただきたいかなと思いますね。この何ですかね、精査性向上、どのようなデータが可視化されて意味があるかっていうのって、これ何ですか、別に問いに形状をつけてるわけじゃないんですけど、何か価値があるってことを前提になってると思うんですよ。どれかが可視化されれば価値が生まれるはずだっていうのって、これってある意味仮説だと思うんですね。でここがポイントで、何をすればどんな結果が得られるかって本当に最初から全部分かってますっていう問いにしたいんですよ。そうすると何が言いたいかっていうと、最初から当たりつけててそれが結果が出なかったっていうのが当たり前になると思うんです。失敗じゃないんですよ、それは。
そうか、これは家事につながるっていうもののキーファクターじゃなかったんだなっていう、まあ、経験が得られるといいますか。ですから、テーマ絞らないで、いろいろ得られるデータっていうものも、すぐ今日から例えば収集できるデータもあれば、ちょっとね、仕組みとかいろんなものを導入しなきゃできないっていうものだったりとかって、こう難易度だったりとか、あとは頻度だったりとか、流度だったりとか、こういったものってデータっていろんなものがあると思いますので、まずそのいろんなデータとかを集められる環境を作るってところがスタートだと思うんです。そうすることによって、今お話ししたようなサイズだったりとか種類だったりとか流度とかが違うデータが集まってくると、初めて知見って得られる。データがたまらないと知見って得られないので、それを何でもかんでもこう集めるっていうのがまず一つ重要かなと。でその上で、じゃあその集まってきたものからインサイト、知見を得るために可視化っていうものがあることになりますので、いかにここをフランクに始めて、成長させることができるのかっていうところがまず一つ大きなポイントになるかなと。でそうすると自然とデータを使うっていうことの価値であったりとかメリットっていうものをみんなが経験的に学べると思うんですね。でそうすると、じゃあこの活動に意味あるよねっていう意識が芽生えてくると、いわゆるモチベーションにつながりますのでね、自分の要はメリットが分かってくることになりますので、メリットが分かってきたら前に進みましょうって気持ちが生まれてくるから、さらに、デジタル化ではなくてそこから価値を生み出すっていう世界観に納得できてくると思うんですね。なので、うん、そういったステップを踏むことによって、やっていくっていうのがまず一つ大きなポイントかなと。なので顧客接点でしか得られ集まらない貴重なワークログっていうものが、いろんなものがまずある。なおかつそれを全部もうできる限りいっぱい集める。でそれをみんなが見えるようにすると。でその結果、インサイトを得て、次の改善することはね、日本人大得意ですから、みんなもう何せ改善するの好きですからね。あとはもうそこまでいったら背中ポンと押してあげれば、改善とか価値を見つけていくってことってできると思うんで、まあ、そういった環境を整えていくっていうのがまず一つポイントなっていうか、取り組みとしての意識としてね、持つべきことかなと思います。なんかそういうのが何が正解か分かんない中で、この模索していけるかっていうところがやっぱり、まあ、今日のお話の中でも言った部分なんですけど、うん、この何かに対してやっぱり懐疑的に思う、まあ、そういうの理由ですよね。でそれってやっぱりデータであったりとかエビデンスのものがあって、じゃあこうするといいんじゃないだろうか、じゃあそれに対して取り組みました、じゃあそれってどうなのかな、まあ、さ今おっしゃってたフィードバックっていう話なんですけど、うん、やっぱりやってみなきゃ分かんないですし、うん、まあ、かといってね、やたらめったら何でもやるっていうのもちょっと違うじゃないですか。そこをある程度賢くやっていくっていう風になってくると、仕組みよりもってことはないんですけどね、仕組みも重要なんですけれども、そこで得られたものをちゃんとデータとして自分たちが認識できるっていうのってすごく重要だと思うんですね。やってみましたと、で結果はこれですって言って、この間にね、いろいろ生まれたはずのものが全部ソーンと抜けてると、なんでうまくいったのって言われたら、なんでですかね、見たくなっちゃうじゃないですか。そこをちゃんとこう意識してきて、で従来であればあんまりそういったものをサポートできる基盤だったりとかっていうのは準備しづらかったと思うんですね。所有しなければいけないですとか、準備に時間がかかるだったりとか、お金がかかるとか、試せないっていう話だったりとか。でそこが今のクラウドのサービスが台頭してくれたおかげで、様々な手法が使えるようになって、まあ、逆の側面もあるんですよ。手法何せ増えちゃったんで、どうすればいいんだっていう悩みにももちろんつながってるっていうのはあるんですけど、でも使えるものとか試せるものが増えてるんだったら、その意識的にちゃんと自分たちで何したいのかっていう意思を持って、そういったものをいろいろ試していく。でそういったものをこう正しく体験的に、頭でっていうのよりはどちらかというと経験的に理解していくっていうのができれば、もっといろんなことできるのかなと思うんですよね。だからそれが今日の話の中でお話した模索するっていう一つの動きで、そうすることによってフィードバックっていう、今お話のあったね、自分たちにも何でそれがなったのかっていうのが返ってきて、考えることができるっていうものにつながってくると思うんでね。なんかこの自流で僕らが、私たちみんなでこう提供しているサービスというものをね、そういう観点で捉えていただいて使っていただけると、なんかもっといっぱいいろんなことができそうでいいかなっていう感じはしますよね。時代というか、こんな時代ないぐらいというか、今までやっぱり見えてこなかったものがやっぱりデータによって見えてくるっていう世界が実現できるし、まあ、テクノロジーはもう、ある程度
出来上がってるというか成熟したものだと思うんですけど、はい、本当に活用の時代ですよね。それがあのいわゆる、活用できるかどうか、うまく活用できてそこに、フィードバックループを回せるかで、企業が生き残り出るかってことですよね。はい、そう思いますね。まあ、例えばですよ、数年前とかにコビットが来るっていうのを分かってたかっていう話なんですよ。うん、で分かってないじゃないですか、ね。うん、過去遡って去年とかに、なんですか、そういう疫病が流行るかもしれないと発言してた人もいると思いますよ。でもその人が、うん、この2ヶ月間あなたは家に閉じこもることになるんですなんか言ってないんですよ、そんなもの。でも分かんない。であと3.11 の時のように僕らも過去に経験したことがないことを見るっていうことがなかったわけではないんですよ。だけど 3.11 の後とかに僕らが痛感したにもかかわらずやらなかったこともいっぱいあると思うんです。その時はやらなきゃなと思ったんですけど、なんかもう過ぎちゃってる。でそれは今回の今の事態でも同じだと思うんです。今すごく僕らがやんなければいけないという意思を持ったとしても、これが2ヶ月だ3年だとか5年とか経ってきたらその意識ってやっぱ薄れていって、やっぱやんなくていいんじゃないってなったりとか忘れちゃったりとかするというのがあると思うんです。だからそういう意味では今のものがもともと正常っていうか普通というか、まあちょっと新しい常識の状態になっていく中で必要なものっていうものをちゃんと考えてそれにきっちり取り組んでいくっていうことをしないと、変わっていくものにも追随できないし変わることすらできないと思うんですね。うん、なのでちょっとね、なんですご質問でしたっけ、逆説的な言い方をちょっとしちゃってるところはね申し訳ないんですけども、何を自分たちとしてやるべきなのかってところを真剣にこの考えていって、どう変わりたいのかっていうのを決めていくっていうのがね、今一番未来を決める上で僕らがやんなきゃいけないことなんじゃないかなっていうのが、ちょっと最近いろんなお客様とねコミュニケーションを取ってて思うところですね。やっぱり働き方っていうのが特に首都圏に関しては大きく変わるであろうなと思ってます。で働き方って何かって言ったら単純にフィジカルな話だけじゃなくて、マインドとかもう今おっしゃってたように、選ぶっていう時代っていうか、まあ、バランスを持って、どうしたいのかっていうところの方向性のもとに、選んでいくっていう、どうしたいか、どういうテクノロジーを、使い、どういう働き方で結果を目指しみたいなことを、個人が選んでいくような時代になるのかなと思ってます。で働き方が大きく変わるってところで言うと、まあ、僕はやっぱりずっと違和感があったのはやっぱり戦後っていうか、まあ、僕そんなにまだなんていうんですかね、電車の満員電車ですごく辛かったって経験あんまりない方なんですけど、ずっとやっぱり都内に関してはなんかすごく働く場所は集中してて、全然なんていうんですか、日本って、まあ、特にアメリカなんかと比べると朝鬼のように辛いじゃないですか。辛いっていうか何だろうね、なんかこうすごくクリエイティブさがのない瞬とこから始まるというか、満員電車に乗ってでなんかみんなが同じようなところ同じところを目指すコンコースがあって、そこでオフィスでわーって働いて、働いた風みたいなことをやって5時とか6時に帰っていくみたいな、なんかそれってバリエーションが全然なくて、まあ日本でいうとそのリモートワークとか例えば家で働くってことが、まあ、サボるんじゃないかみたいな話とかさ、そういうすぐそういう発想になっちゃって、なんかこうみんな同じようなとこ向いて方向感の中に働き方っていうのが存在したような気がしてて、ここそうですね、4、5年になってスタートアップとかがすごく盛んになって、特に IT 系というかテクノロジー系の人たちはみんな家で働いたり、まあ、リモートワークどこでもカフェでも仕事したりとかって、まあ、それがなんかファッションみたいに映ってたと思うんですけど、一方でエンタープライズの背広を着てる人たちはまだまだそういう働き方ができずっていうのが、まあ、特に金融機関のそうですね、というか最初にお話したような感じの世界があると思うんですよ。でこれが、コロナショックっていうところで僕はすごくいいきっかけで、なんか効率性みたいなことだけじゃなくて、今までなんかこんな辛いことっていうか、なんかクリエイティブじゃないことを、無駄なことを何でしてたんだろうみたいなことを偉い人たちも考えるようになったと思うんで、
そこは大きく変わっていくのかなと思ってます。まあ、とはいえ、じゃあオフィスなくなるかとか、みんなが集まるスペースなくなるかって、僕は絶対そうじゃないと思ってて、そこはあり方が変わっていくっていうだけだと思ってます。そのあり方って何かって言ったら、やっぱりあのフィジカルコンタクトっていうですね、まあ、フィジカルで、要は人がこう集まって共有、生むっていうか、生産するっていう、ことしか、まあ、生産することができるもの、人が集まらないと、生み出せないものっていうのが僕はやっぱあるような気がしてて、それはあのコミュニケーション一つにとってもやっぱ会議はいいかは変わらないですけども、やっぱ議論をするっていうか、人とこう物理的に近いこの対面で議論して、やっぱり一つの答えを導き出そうとする、コミュニケーションってすごく尊いと思ってて、それが実は価値につながる、と思っているので、働き方というのは、まあ、選択選ぶ時代だし、そもそも一つ一つ そのアセットとか、まあ、選んだもの、ツールもそうだし、テクノロジーもそうだけども、ありようがその人によって変わっていくというか時代になるのかなと思ってます。なんかちょっと曖昧かもしれないけど、そんな感じに思ってます。もう先ほど言ってたようにチャレンジって僕、まあ、ユーザーには初めて言いますけど、うちの会社はチャレンジャーズっていう全社ミーティングの名前にしたんですね。チャレンジャーズっていう名前にしたんです。でチャレンジっていうことは僕が好きで、この授業とか自分で会社の代表をやることもチャレンジだし、まあ、日々チャレンジをしていく中で、チャレンジってすごく今なんか泥臭いような、ニュアンスと、まあ、なんかすごく、先進的なというか、かっこいいクールなイメージも僕の中にはあって、チャレンジって大好きなんですけども、さっき DX にチャレンジするっていうか、 DX が何かとかって話とかじゃなくて、まあ、どういう企業になりたいかとか、どういうお客さんの、サービスというか、お客さんに提供するサービスにしたいかとか、まあ、そういう思いから、一つは、その手段として、DX がある、もしくは自分たちの仕組み化の中に DX があるみたいなところだと思うんですけど、やっぱり僕はその大企業 そのオペレーションをもちろんやったことがないので、一概には言えないと思うんですけど、生き残る会社はよりベンチャーっぽくなっていくんじゃないかなとちょっと思ってます。それはマイクロソフトみたいな巨大なソフトウェアカンパニーがやっぱり現場の人たちを見るとというか、特にエグゼクティブ、まあ、手島さんなんかを見てると思うんですけど、やっぱりチャレンジングで、すごくまあ言ったら本当に局地戦を戦ってる、でそれの繰り返しが最終的にサービスの価値になっていくみたいなことを信じてやってるような人たちが多いのかなと思ってまして、僕らのお客様でエンタープライズのお客様でもやっぱりすごく伸びてるとか、何かを改革したいっていう人たちはそういう事業姿勢というか業務姿勢を貫いてる、まあ、そこに対してテクノロジーとか、まあ僕らが提供できるところで言うと、まあ、アプリケーションサービスですが、そういうのを提供していきたいなと思ってるので、まずはそのチャレンジというか、なんだっけ、ニューノーマルっていうのがなんか言葉にありますけども、新しい世界に、チャレンジしなきゃいけない環境が出揃ったので、ここをなんかこの時代を生きれることを、まあ、とかこの時代にビジネスパーソンとして、仕事として向き合えるってことに対してすごくポジティブにというか、ありがたいと思ってやっていくのがいいのかな、どの目線で言ってるのかって思わないですけど、すごくいい時代なのかなと思ってるので、まずはその、まあ、ベンチャースピリットじゃないですけども、何か新しいことを生み出すっていうスピリットを持ってやるのがいいのかなと思ってます。一言と言われて2つ言おうとしてるんですけどね、そこは知りますよ。で、まあ、一つはその今お話のあったようなチャレンジっていう側面の話で、まあ、正解みたいなものが分かっててやれればね、本当は一番いいっていうのはそりゃそうなんですよ、まあ、なんですけど、うん、何が正解かよう分からんと、いうのが、まあ、むしろ多いわけじゃないですか、まあ、特にタイミング的にもそういうのが多いというものになるので、まあ、いかに模索をするのか、ただ模索するのも僕がそのベン
チャーというか企業をやってた時にとある方からねアドバイスいただいて、なるほどと思ったのが、成功率を上げるっていう活動と失敗率を下げるって活動は違うって言われたんですよ。でこれすごいな、僕はその当時納得をして、その一つは自分たちのその行動、何をしているのかということを意識することによって何のためにやっているのかということをちゃんと意識できると思うんです。まあ、そうすると成功率を上げるための議論をしているのか、それとも失敗率を下げる議論をしているのかと。じゃあ失敗しなかったら成功かというとそうでもないですよね。まあ、そういうなんか行動を意識しながら取り組んでいくっていうのがまず一つポイントになるのかなっていうのが、まあ、チャレンジっていうんですかね、チャレンジって言っちゃうとね、なんか何でも新しいものいっぱいやれみたいな感じの人もいらっしゃると思うんですけど、そんなことはなくて、そういう感覚でこう何のためにやってるのかなってことを意識するっていうのがまず一つ重要かなというのがまず一つ目と、でもう一つが変わったとしても変わらないものももちろんあるわけですよ。それにすがっちゃうとダメだと思うんですけど、もともと課題としてあったものとか、まあ何ですか、もう何をどう考えたってね、めんどくさかったりとか大変かもしれないけど、やらなきゃいけないものっていうものがなくなったって話ではないと思うんですね。だからもともと課題にあってやっぱやらなきゃダメだよねっていうものは今後も多分やらなきゃダメなんですね。それは諦めろってわけじゃないんですけど、ちゃんと整理をしてプライオリティ決めて粛々とやるっていうのもそれも一つのチャレンジだと思うんです。だからこう新しいものに目を向けつつも、やっぱりやんなきゃいけないことはやんなきゃいけないと、そこは諦めてってわけじゃないですけどね、まあ、可能な限り前向きに捉えてやれるといいのかなと。でこれが最終的には全部組み合わさるとそのチャレンジなのかなと。だからまあ、元々の仕組みでダサいものはダサいんですそれはね、明日急にかっこよくなるわけじゃないんだから、そこは諦めてきっちりと取り組む。で従来の課題をちゃんとこれ乗り越えていこうと。でプラスアルファで、さらに、もっと良くするにはどうすればいいのかっていうのをみんなで模索して、いい原石見つかったら磨くし、掴んだのが石ころだったらポイッと捨てるしというぐらいのね、なんか感じでやっていくっていうのを、まあ、文化として持てればもっともっと良くなるのかなって思うんですよね。なんかそういうマインドをなんかまあ、リーダーの方々もそうだし、こう一緒に頑張る人たちもね、みんな持てるともっといろんなことってできるのかなっていうふうにね思うので、ぜひ、まあ、そういったところにマイクロソフトって会社がですねお力になれるのであれば、ぜひいろいろご相談いただいてね、こんなおっさんでもいろいろやれることあるはずなんでね、皆さんに協力していけたらなっていうふうにちょっと思ってますので、何かあればぜひご相談いただきたいという感じでございます。なんか思ったことって今お話今日お話しさせていただいて思ったのは、やっぱりチャレンジって言ってるんだから、やっぱり失敗をいっぱいして成功確率を上げる、とにかく失敗に怖がらないっていう文化というか、僕もオペレーションというをしたいというか、こういうかそういう会社にしたい、まあ、なんか正しいと思う、まあ、ある方向性のもとに正しいと思うことがあれば、みんな全員がまあ、失敗というか思い切っていろんな行動をしてみて、でそれが失敗したら、なぜ失敗したかっていうことを責めるんじゃなくて、やっぱり次の、まあ、改善成功するためにっていうとアプローチをどんどんやっていきたいなっていう、まあ、めちゃくちゃ思ってます。結構口で言ってなかなかできてないところもあるんですけど、フリーズしないようにっていうか、なんかやっぱりスタートアップっぽくないところもうちのカルチャーとしてちょっと あったりするんですよね。割とお行儀が良かったり、まあ、失敗をちょっと怖がったりみたいなところもあるので、僕も含めてなんか改めて気持ちを変えていきたいなと思ってます。パチ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 、よろしくお願いします。ありがとうございました。